はようございます。はよかゆいな、目がかゆすぎる。父ちゃん、おはようございます。昨日は話し会ありがとうございました。こちらこそ。また会いに来てください。ありがとう。ギフトありがとうございます。ギフトありがとう。昨日初サインだったか。嘘、そうだっけ。生誕マジか。それは嬉しいね。それは嬉しい。昨日の、あの持って帰れたんですよね。事前にあーにょー届いてて、生写真もらえる日もあるしって感じで、その当日にもらう日もあるしみたいな感じなんですけど、今日は前日の棚田れ公園の日にもうもらって帰れたので、そう準備していけたんですよね。なのでゴールドとシルバーのサインを用意させていただきまして、ちょっとスペシャル感が出たサインになったのではないかと思います。レアです。ギフトありがとう。父ちゃんギフトありがとうございます。
真裏にメッセージ書きますみたいな、そういう派あったら追加します。いや、もう生写真はあとは何ですか、タイプごとに空いてるのに全部追加してください。全種類ゲットしてください。あと5種類ぐらいかな、ちょっと分からんけど。初訪問ありがとう。サイン会おすすめですので、ライブ生写真は終わりなんじゃないかな、これで。あとはシチュエーションやつ、この前撮影したやつのやつと、シークレットとかなんなんやろね、分からん。ギフトありがとう、タンタン。ありがとうございます。あと5番ありがとう。4月にはもう追加できない。ああ、そうだね。じゃああと4個です。もうね、早めに申し込まないと。再販でね、追加できるところも少なくなってくるので。はい。皆さん、再販のチャンスを逃さないようによろしくお願いします。書いてほしいことつぶやいたら書いてくれるの書きますよ。言ってくれてたら書きます。ちょっとサイン会の良さに気づきれいになったかも。ちょっと遅いけどありがとうございます。はいよ、はいよ。感謝枠っていうのでね、みんなで頑張って結託を組んで開けるものですから、ツーショットとサインっていうのは、そう、あれはね、今回全部開かなかったみたいに頑張ってもやりたくてもできない日もあるという感じの
ツーショットとサインになってますので、そこは空いた日はね来てほしいよね。そりゃだって感謝枠開けれたのに感謝枠に来てくれないってなると感謝できてないってことになりますのでね、普通に安心からの感謝ができてないということになりますので、それは悲しいよねみたいな的な。そんな感じだと思われますでも全部あるのが声に出るね。ああ確かに、ね、前回もその日にあるのもいいよね。話したい、嬉しい、待ってます、はるかちゃん。ツーショットチャレンジ、まあツーショットは難易度高いみたいなとこもねあるのはね分かるので、サイン会をおすすめしているわけですけども、そうサイン会も申し込み忘れるっていうのはこれはどうなんでしょうか。忘れるとはニックネーム登録を忘れるのは分かるけど、申し込みを忘れるとは感じなので、次再販のチャンスがあるか分かりませんけども、あった場合にはたくさん宣伝させていただきますので、申し込みをよろしくお願いします。感謝枠だけ参加する人っていうのは、今んとこはね、それはまあちょいと違うけどね、話し会も来てくださいって感じです。スクショ送ってくれて優しい、本当ありがとう。チップスターも申し込んでくれてありがとう。通常とサイン会ならサイン会がおすすめです。まあツーショットのためにいい感じのいい感じの何いつもやんないようなコスプレするよみたいな日もあるので、ツーショットおすすめの日もありますけど、
まあ基本的にはサイン会がおすすめです。サイン会は全部集めてほしいなと思います。ではランキングを読みます。13位アックくん、12位ヒゲのマスさん、11位ヤスベーさん、10位セイガくん、9位ゼータン、8位ワンジャラさん、7位ヒデさん、6位ひとりごとさん、5位ピュア一郎さん、4位ソウちゃん、3位ビッグエブさん、2位キスナックさん、1位はドロロンケンヤンパチさんです。ありがとう。フォローありがとうございます。では今日からまた1週間頑張っていきましょう。ファイトです。それでは。